鏡に向かって今や化粧の真っ最中、男だてらにとは言うなかれ、固い女性の財布の紐を緩めるにはこれ式の苦労はいといません。石引広次26歳、れっきとしたある化粧品メーカーのセールスマンです。意を決して飛び込んでみてもなかなか思うようには行きません。月平均60万円以上の売り上げを誇る彼でもスランプに陥る時があるのです。売る気はあれど買い手なし、疲れた足にカバンがひときわ重く感じられます。朝もやの中、木立の間を走り山道を駆け上るセールスマンたち。身が切れるほどの冷たい滝も何のその、根性を養う厳しい修行。ここは栃木県出流山万願寺。スランプに陥るたびにここを訪れ座禅を組むのです。これもセールスマンにとっては欠かせない精神修行。夜は猛烈売り込みの特訓、この時ばかりは仲間の顔もお客さん。こうして再びセールス前線へ。どこにでも顔を出す男の決意。トマトとか人参なんかどうですか、奥さんの場合。好きよ。そうでしょ、首筋が肌がすごくいいから。まあ、褒めたりっていうのはね、やっぱりあの化粧品っていうものはね、うん、上から塗るだけじゃダメなんですよね。だからあの、素肌の方も、そうなんですよ。女性を口説くには、女性以上に手慣れた腕前で。さて、その戦果はいかに。会社に戻れば、一日の売り上げが報告されます。しかし成績はさっぱり上がりません。売って売って売りまくれと励ます社長。ああ、格も厳しき70年代のセールス前線。